ひどい職業、ほんとバカ野郎。あ、これですか。めっちゃへこんでますやん。オラオラしてて、ドバですね。言わん？言わないっすね。なんで？見てないっす。基本ぶつけても言わないぜって社長に。で、その後に岡部に、でかっ。幸せ、音鳴らなく。はい、お疲れ様です。はい、お疲れ様です。はい。みんな言いたいか分かる。ちょ、分かりません。なんで現場俺が今日来たか分かるか。よ、分かんないです。なんで背中向けてるの。何？あ、これですか。めっちゃへこんでますやん。誰が拾ったのこれ。これは、タケス。嘘つくな、お前。なんで。オラオラしてて。ドバですね、シザウケバで。僕ら行ってバックしちゃったよ、前がぶつかる。いや、その竹のトラックがバックしてて。何でお前ら何言ってんの。すいません。どうぶつけたら直せ言ってんの。はい、かっこ悪いよね。これすごいよ、前から見ても分かるけど、横から見たら多分すごいへこんでる。うん。でもまあ、視聴者の皆さん、ぶっちゃけ今たまたま来て健太郎、違う動画撮ろうかなと思ってたんですけど、はい、あんなからへこんの、いつこれ。だいぶ前です。は12月とか。なんで12月のことを俺知らんねん。報告してない。言わんの。言わないっす。なんで。僕も言ってないっす。基本ぶつけても言わないぜって社長に。言わないぜ全然ね。違う違う。いつもやられてるやん、トラックに。言わないぜって言って。言わないぜじゃん。社長に言った方がいいですか。いいいい、言わんでいいわ。なるの。いや、なんないっす。なんです。タケは言ったのかなと思ってたわけ。いや、多分言ってないなと思ったんですけど。同罪だろ、お前。多分言ってないなと思ったんですけど。同罪だろ、お前、これ乗っとるってこと。だから自分で気づいたんだろ、あれ、これ誰がぶつけたのかなって。いや、なんか、LINE に上がってきたんですよ。グループ LINE、足場の。俺はいないの。いないです。俺もおるじゃん。俺がいないやつがあるって。おるやつとおらんやつがあるってなってたんだよ、お前。あいつ、運転、おしゃきいもんな、ほんとな。タケさんなんすか。タケさんのトラックじゃなくて、タケさんが。タケのトラックが、オラオラにしてて。誰が運転で、タケさんの。後ろで俺がやってたの誰なの。オーライってそれぶつからないようにするためやん。で、ゴックさん。が、多分、ストップ言い忘れたかなんか。それも一緒なんじゃないの。違うんかな。違う。やっぱ、これ狙いだ。これはこれだよ。声がさっきから本当に。おい、これからしろ。見とるか、お前。たわけ。前はこれ。放送される前にドバイ行ったんで待っとけ。なんなら今日会議だから会うから大丈夫だよ。今日マジ取れよ、お前。人が怒ってる。頭ちゃんと守っとるね、ヘルメットして。向こうで女子みたいに。ヒゲも剃るよ、お前。わかりました。すぐ剃ります。あ、ケンタロウさんってずっとあるイメージ。まあ、お前は悪くないもんな。だけど、まあ、連帯責任だな、これ言わんのは。勝負しとんの、ちなみに。みんな知ってるじゃないですか。これボルクコンテクト。これはもう収益つかんなっちゃう。ボルクですか。いや今違うよな、挨拶で。こういうみたいなもんだよ、ね、これと同じだろ。ちょっと控えめだもんね。でもケンタロウさんの挨拶中手じゃなくて足バージョンだよってことでしょ。そんなお前フライボードあれかぶる。いや、タオル忘れちゃったです。ああ、そういうことかぶってそれ冬物だろ、はい、それ暑いわ。音がさ、壊れそうな音してるんだけど。あの得意のあれしたらいいじゃないですか、反省してる風の顔。この顔です。この顔出しとけ。お前そんなケンタロウさんって結構面白いじゃん。で動画で見せてくれんけど、マジ反省してる風の顔。飲んどることでやめとるけど、ね、大変だな。2人でこの小立組む。すごいね。3人じゃないの。2人なの。2人です。結構きついな。じゃあ、はい、3時4時ぐらいか。4時目ぐらいか。3時ぐらいですか。いや終わる。お前アピットの前の俺できるよみたいな。俺できる風出すなよお前。はい、じゃあ今日も夜の見て本当にリアル今日なんでしょ、皆さん。たまたまね。別日じゃないでね。たまたま今日お前言うなよ、電話すんなよ。
食らわせて、うん、でもミオがおってこれ回したら何ってなるよね。行ってみよう。はい、レッツシュッ。でも MZ さんやもん。見てたよ MZ さん。MZ さん、あの皆さん MZ さんって本当面白い。結構チャンネル登録数もおるしな、まあまあ、そうですね、再生が伸びとる。見とるってな。社長がねまた違う癖の強さがあるからね。面白いな。社員の方とかユンジさんとかも癖強めだから、みんながうっとしいやつばっかだ。みんな個性的すぎる。なんか個性の集まりだからね。うっとしいやつ。テロップ見て、うっとしいやつばかりです。これね動画使われるからね、向こうの動画で撮影されるかもしれない。プロおもろいな。じゃあ会社に戻りましょう。ぎこちな健太郎さん。クソ、声出すなって。いや、俺ちょっと、じゃあ先に笑ったのは自分ですから。お前そういうとこだろ、悪くないのに謝ったらかんだろう。え？なんだっけ、俺のせいじゃった。それはやばい。ヒントは健太郎さんの現場で。いや、それは分かったんだけど。え、これ、あ、分かった。健太郎の、お前どうしよう、ほんとバカ野郎。健太郎さんの現場、現場関係ない、現場関係ない。じゃあ社長に今日の都から始まる。現場関係ない。やばいよ。マジ分かってない顔してる。都から始まる、都から始まる字だ。都から始まる字だ。都字だよ。都字についてだよ。もう分からない。逆にそれこそヒントじゃないわ。都字についてお前ちゃんと報告せえや。毎日見てるよ。毎日見てるもので。毎日見てる。トラック。すごい小学生みたいな、なんか一個ずつなんか答えてくみたいな。なんかそこまで来ない。なるほど。事故。事故。何や、健太郎の車ぴょこ呼んでるし。すいません。何言ってんの。すいません。いやマジ。あ、なるだ。弓だぞ。岡田もちょっと二回仕事だろ。お前にも行ってこんだろあいつ。二回連続だぞ。二週連続で。なんか穴が開いてるでしょ。いや、穴が。それは聞いてないですよ。あ、多分一回目は聞いてるんですよ。赤と。あ、で僕それ健太君から聞いて。穴が開いたやつだぞ。うん。じゃ健太君じゃない。美奈ちゃんから聞いたのか。美奈ちゃん。ちゃんと。まあ、ええってお前そんなことは。怒ってんだよ俺は。違う、めっちゃ空気変えたの自分だよと思って怒ってんだろ俺。そういうとこじゃないよお前。そうですね、見かけるぐらいですし、そうなんか緩い私は。緩っちゃうか。笑っちゃダメよ、怒ってない人になっちゃう。怒ってるお前。, 笑ったら怒ってない人になっちゃうか。緩いだろう、こういうとこだなと思って。そうっすね、そうだよ。まあ今綺麗になっとるけどな、まあ、そういうところがだんだん良くなってくるだろう多分。はい、なんかほうれん草がないときって大体事故とかもあげるじゃん。はい、お前は聞いとった。何も聞いてないです。いや、あれぶつかってるけど、いや、で、そう、みやちゃんから聞いて。で、それ岡部さんでしょ。あ、それ岡部さんじゃない、違う、トラックでしょ、多分言ってる。トラックは聞いてないよ。で、その後に岡部にでかっ。違う、音鳴らないくらい。ことによっては、まあ、しかもそれ音も鳴らないやつ。一回聞いてください。喋らせる気ない人やん。もう今日昼の時にお前それ事故ったらしい、今の頃何も聞いてねえぞって言ったら、え、多分あいつなんかゴルフにいいじゃん。岡部さんの話で多分翔さんは今多分お前の話も分かってるんだよな。それ噛み合わんよ二人は、さすがに。いないだろう。あ、タケですか。いやいや、あの健太郎さんのトラック、健太郎の車が乗っとった車ベコン横に取るやん前が。それは知らん。どういう会社だろお前のところの会社は。
なんか LINE グループで報告LINE グループ出すね本当に出すぐらいしかも理解する前だからえって気になりつつこんな感じでございます翔さんだけでこんな何も言わず立つでもみんな結構そうじゃないですかまあまあまあシリアスな感じはねえ翔翔皆さんでもまあ一番笑ってるからねちゃんと顔に引き締めないとだからダメだなって言われちゃう前もまあちょっと分かってないよちょっと一回締めようか15分ぐらいしかないですけど、はい、いいですか15分もあるの続きだろうかってそれを合わせて15分ぐらいしかない、まあ、じゃあケツ一発入れてくる視聴者も期待しようかでそれ でなんか多分話がごちゃごちゃになってだって結果理解できてない人で終わってるから、はい、でもだってあれだろもう僕の責任ですねまあ把握してないってことかな、はい、あれってケンタロウ言ったって言ったってケンタロウさんは社長のいないじゃあ LINE グループで報告したってうん、ちょっと俺がいない LINE グループで報告しちゃった俺のいないやつって言われてるからいない見ろよお前見とって入っとったらお前もうバチコンだそれだってお前が伝えてください結構前やねサビも来とったよ12月って言っててそれはってない俺一瞬4ヶ月も経ってしまうそれあの携帯書いてから多分2月ぐらいからしかないんであのアップデートされたいみたいな助かったなお前ケンタロウの携帯見ればよかったな証拠取っときゃよかったなってまあいいんだよ俺はもう本当に車のことなんかどうでもいいんだけどでそういうのの一個一個だなって見てて岡部の件もそうだし、はい、でもこれってリーダーとかあってるじゃん名前が緩かったらみんな緩いじゃん、はい、でもそうだもんねあもうちょっといかんなって最近なんか思うのが営業最後一つだけ言わせてほしいカメラで見るとめちゃくちゃ髪の毛前だわいや今めっちゃ思ったしゅしゅ皆さんちょっとミスって近いじゃあなんか言われんかったら気づかんかったの見ようも近いよねここじゃあ今言われんかったら気づかんかった今日電話したら休みだったんだけどちょっとカメラで見るとすごいわかる2本目だから大体4本目なんかできちゃうからじゃあなんかここら辺まであるな前髪ある人みたいになったの昨日おかしいじゃんですけどでもめっちゃ気になっちゃうしごめんなさいねちょっと近いなはい、まあ、少々皆さんまあこれが翔の緩みってことだな結果、まあ、結婚したばっかだし女できて女できて何年だったの女できて美桜ができてってことか、うん、1年まあ1年まあこの1年は許しちゃうかまあでもちょっとずつ成長があるなはい、はい、以上になりますよろしくお願いします、はい、ハードシャツはい、最近ちょっと売れ行き悪いですが、はい、本当にあの YouTube 見てください YouTube リンクも貼っといてよピーンって貼ってあるですあ YouTube の本当に効果がもう実験しようから本当にこんなやつだからやらせなくて出てきんから本当にパワーアップしようよなで女性のペコちゃんでもパワーアップしようよなって言ってたね、うん、ぜひそちらも見てください、はい、よろしくお願いしますせーの、またみてねー